こんにちはパクスルーナ高橋智恵です吉教論を超えて星の可能性を開く「風の時代のホロスコープ読み」。今日はモーツァルトを取り上げていいいきたいと思います、えっと、モーツァルトは1756年1月27日オーストリアザルツブルク生まれなんですよね。でこの間取り上げた1755年生まれのマリー・アントワネットだ同時大臣でしかも出会ってるっていう。 なのであのこの2人っていうのはただマリアントワネットと違ってモンツァルトの場合っていうのはまあ芸術家っていうこともあるのであのマリアントワネットにとってはシシ座の開放性っていうのが、まあ、逆行中のシシ座の開放性っていうのがで あのちょうどハウスにに入る位置にあって、要は国庫フランスの国のお財布を浪費する悪い王妃みたいなそういうイメージになっちゃったんですけどモーツァルトの場合はこののの位置がもすすごい際立ってるんですよ。だからやっぱその辺をフォーカスしながら読むのとあとモーツァルトって亡くなり方死因がちょっと怪しいいう。 というかちょっと不思議というかなんか謎に包まれてるんですけどその辺りをちょっとノード軸の話に絡めてしてしいいこうかなと思います,、えーとですね、モーツァルト1756年1月27日生まれで,で割と結構レクティファイとかされているので朝,の朝じゃないか夜の8時生まれっていう、えー、チャートを見ています。 でこのチャートで出すとなんとノード軸軸がに来るんですよ。だからやっぱりこのモーツァルトが持ってるそのインパクトっていうんですかヨーロッパに与えたその当時の周りの人に与えたインパクトってものすごいものがあったと思うんですね。でサウスノードが6ハウスと7ハウスのカスプ際にあって魚座ですね。でそばに天王星がある。 なのでやっぱ彼って天才児っていうことで小さい頃からお父さんに連れられていろんなところで演奏してたんですけどやっぱこう小さい頃から魚なんで魚の海王星的な力を使ってまあ人々にまあ天王星がこうなんでびっくりさせるとか天王星自体に天才って意味があるのでまあそういうのが人生の前半彼の活動のメインだったんじゃないかなっていう雰囲気ですね。なので 魚、まあのそのサウスノードっていうことなんで、まあ、芸術的な感性っていうのは前世から何回もやってることっていう雰囲気ですね。で魚の支配星の海王星は先ほどもお伝えしましたけど獅子座にあって逆行中で太陽とオポジションです。で太陽は5ハウスにあって海王星11ハウスでオポジションになってるんですね。で太陽が5ハウスといううことはもめめちゃめちゃゃ 創造性があるっていうかまあ、作曲家とかねそういうアーティストには品質ですけどこの太陽と水星がゴなんですねで太陽と水星はえっと外号型のゴですだから彼の場合の彗星っていうのはちょっとこう地球よりも遠いところにある彗星なのでやっぱちょっと天井的な雰囲気あるじゃないですかモーツァルトの曲ってそういうのってこういうところからも雰囲気あるのかなっていうふうに感じます 太陽と逆光中の海王星がオポジションということは海王星が地球と豪の時なんですねヘリオで見た時にだからやっぱり海王星的なテーマを地球にもたらしていくっていうのがモーツァルトのテーマでしかもそれ獅子の海王星なんでやっぱりアーティスト芸術音楽っていうそういうことですよねまあこれ読むだけでも結構すっきりっていう感じなんですよ。でちなみに先ほどお伝えした彗星っていうのは、えー、とノース・ノード乙女座の支配星でもあるので。 だから自分自身のこの目指していく方向っていうのがノースノード乙女なんですけどそれをやる時にえ彗星は外号型で5ハウスにあって太陽とゴーでオオブは緩いけど土星とも5なんでまあずっと基本的にはずっと作曲活動とまあ演奏は途中からはね本人はあんましなかったと思うんですけどそういうことをずっとやっていくっていう人生でしたっていうことですよ。なんでこれだけ読むとはい オッケーって感じなんですけど。えっ、ー、と彼の場合ね。ノード軸に対して冥王星がスクエアなんですね。冥王星は射手座にあります。で、これマリアントワネットも全く同じ配置を持っていたんですけど、だから彼にとって冥王星的なものっていうのとの取り組み方が、えー、進化していくときにすごく重要だったんですけど、だから作曲家として名を成すために。まあ彗星。 ノースノードの支配性である彗星の力、彗星ゴハウスですよね。この力を発揮していくために。彼はまあ冥王星イ手ザ的なものと、どういうふうに取り組んでいくかっていうのがすごいテーマなんですよ。でしかも、この夜の8時っていうチャートで出すと、月とね、冥王星5なんですね。だから小さい頃から、まあ自分の感情とか、自分のその肉体とか、まあ。本当にか、今回の人生の。もう。 欠かすことのできない生活の基盤みたいなものががっつり冥王星に巻き込まれながらノード軸に対してスクエアというで、これを見た時に私やっぱこれはしかも4ハウスなんですよねこれは多分モーツァルトが死ぬ原因になったと言われているフリーメイソンとかそういう当時のヨーロッパのオカルト結社との関わりかなと思ったんですね でモーツァルトって亡くなり方がちょっと怪しくて暗殺されたとかっていう説もまことしやかにささがやかれているんですけどだから冥王星に月月っていうのは本人ですから本人の命がこう飲み込まれていくみたいなそんなイメージもあるしヨンハウスっていうのはまあ土着のものって言ったらあれですけどやっぱりローカルなものローカルな。 ところに根付いていてる何かこうイテザンで精神性ということでヨーロッパの秘密結社って言っても差し支えないかなっていう雰囲気ですよねこういうものにちょっと飲み込まれていったんじゃないかっていうのをこれを見た時に感じましたでモーツァルト特に「魔キとかああいうオペラの中でそのフリーメイソンに入った人たちしか分からないような秘密の教えを暴露してるっていうふうに言われてます。でこれはななんんかかゲーテとかもそうなんですけど ででもも、ね、結構ダダ漏らししてるんですよあの人もなんかそれっぽいことをあのフリーメイソンに入信してたとかそういうなんか教えを聞きかじったって言われていて彼もなんかメルヘンとかそういうところにちょ,ちょっとダダ漏らししてるんですねそういう教えを。でモーツァルトの場合は特に魔的でがっつりとそのもう見る人が見たら分かっちゃうよみたいなことをダダ漏らししたことで不況を買ったと言われています。 かからなんかこれ見るとあそうなんだっていう感じですけどだから本当はこの4ハウス月冥王星5いて座っていうこ,のこれをどう生かしていったらよかったのかなって思うとまあまあ冥王星なんですごいこだわりはあると思うんですが。 なんかこうヨンハウス的なところでこうきちっと自分の地盤を持ってそこで人を教えるとか後継者を育てるとかっていうことをしてたらまた違ってたのかもしれないんですよね。だけど彼はちょっと人間的になんかねほらあのキャラクターが面白いじゃないですかモーツァルトってあんなちょっと天才的なこうちょっとこう天 エンジェリックっていうか結構天井的な音楽をいっぱい作ってたのに私生活ではなんか女性のお尻を追いかけ回してとかなんかスカトロネタとかが多い手紙を書き散らしてたとかって言われてるのでちょっとなんかはっちゃけたところがあるんですけどそうじゃなくてなんかもうちょっとしっかりと家庭生活とかもっと自分の基盤を固めて,く固めてってちゃんと家長として。 ききちっとと振る舞うみたいなことができてればよかったのかなと思いますちなみにモーツァルト奥さんコンスタンツァっていう人でしたっけ悪妻として名高くあんまりモーツァルトのこと好きじゃないというかもうモーツァルトの才能のことよく分かんなくてみたいな感じの奥さんだったんですけどだからやっぱ奥さんとの関係性っていうのもまあ好きなんでねよろしくなかったのかもしれませんね。だかからここをなんかもうちょっっとしっかり彼が どうでもいい人と言ったら失礼ですけどそんなに自分のことを理解してない奥さんと結婚しないでちゃんとこの人って思う人と結婚してたら違ってたのかもしれないですねで、あとねモーツァルトのこの星を見てると私水亀座と天秤に星が多くてあの土エレメント欠乏型なんですけどモーツァルトもね土エレメント欠乏型なんですよ だからなんかちょっと親近感があるっていうか <laughs> あの彼の場合は太陽水星金星土星が水亀座で、えー、木星が天秤座いて座に月と冥王星があって海王星が獅子座でカニ、えー、座の火星なんですね。だから水火風しかなくてしかも風が若干過剰っていう。 だからこの「4ハウス」のテーマでいうとやっぱ生活の基盤っていうのは土星土星じゃない土のエレメントなんでこの土のエレメントがなかったっていうことでなんかこう土のエレメントをがっつりホールドしてくれる奥さんになんかこう丸投げしちゃったのかもしれないですよねそういうところでなんかそこからちょっとこうあのうまくいかなくなったというかなんかそういう怪しいシー因の。 原因になななるよような何かかを呼び込んだのかもしれないですよね奥さんの何かよくわからない行動によってなんかそんな気がするんです。でモンツァルトのこの星を見ていて思うのはなんかやっぱり芸術家として生きていくっていうことの何て言うのかな その才能はものすごくあるんだけどこの「ノード軸にスクエアの天体」を無視するとやっぱ痛いい目見るねっていうことです、ね、まあ十分素晴らしい作品残しているし私もなんか小さい頃うちの父親がクラシック大好き家庭だったんでよくモーツァルト聞いていましたしなんかやっぱりモーツァルトは本当にすごいいい音楽だしもう永遠のなんていうのかな 作曲家だと思うんですけどでもやっぱりこの「ノード軸にスクエアの天体」っていうのを上手に乗り切れないとやっぱ人は進化をの道のりを順当には歩みにくいということなのかなと思います。えっとなんかモーツァルトって9割ぐらいはこう脳天気な曲が多いんですけどなんか12割怪しい曲が入ってるんですよね。なんかちょっとと今パッと 曲の名前が思いい浮かばないんですけど昔私ピアノやってた時に弾いた曲でやっぱりなんかこうなんかこう危うい危ういっていうか何かこうぞわっとするような深淵みたいなものがこうパカッて開けたみたいなそういうような音楽とかも時々あるんですよ。なんかそれやっぱり彼のフリーメイソンとの関わりとかなんか4ハウスなんでやっぱ地下世界的なものともねフリーメイソンって。 関係しているのでそういうものの世界っていうのがこうパカッとこう瞬間的に開いているような曲もあるのであのやっぱあの時代って有名な人ってほとんどフリーメイソンの洗礼を受けてると言われていてそれは多かれ少なかれという意味ですね。でいろいろな形でそのフリーメイソンの活動がこう暗躍していた時代なのでもうモーツァルト一人の問題ではないと思うんですけどまあなんかあの 大好きな作曲家でではあるんですがもうちょっと長生きしてくれたらよかったのになって正直思うのともうちょっと奥さんがモーツァルトが好きなモーツァルトを愛してる奥さんだったらよかったなって思う星の配置ですこれ本当に。ということで、えー、悪い話ばかりになっちゃいましたがでもやっぱ芸術性は文句ないんですよ。だって ね、海王星地球とゴーでそれがまあ彗星とポジションでジオで見れば5ハウス11ハウスっていう創造軸に入ってるんでで彗星も外号の外号型の彗星なんで作曲家としての才能も音楽性の面でも文句ないしっていうことなので本当にこういうね素晴らしい星持っていてもやっぱりノード軸にスクエアの天体を乗りこなせなかったっていうのは痛いところだなと思います。まあでも モーツァルト好きななんでほぼ毎日聞いてます私実はなんかやっぱり自分のこのモーツァルトの何が好きかっていうとおそらく自分とほとんど星の配置が似てるからなんですよねこのモーツァルトあの水が座に私も水が座ステリウム型なんでだからこう好みのほんと作曲家ですということでなんかちょっと取り留めなくなりましたがモーツァルトの星を読んでみましたご清聴ありがとうございます